小松菜とは、油中に属する野菜の一種である。冬菜、うぐい砂とも呼ばれる。また、小松菜も含めて、油中の野菜が咲かせる、黄色い花全般を菜の花という。小松菜発祥の地とされる、香取神社。小松菜三道人の石踏みがある。小松菜は、つけな類の一種で、江戸時代初期に、現在の東京都江戸川区小松川付近で、九九たちを、 品種改良して栽培され始めたと言われている。小松川地区にある、香取神社には、小松菜の由来が伝わる。1719年、徳川吉宗が高刈りで食事をする際香取神社が選ばれ、時の神主、亀井泉守衛藩が接待したが、これといった食材もなかった。そこで、餅のスまし汁に青菜を彩りに添えたところ、吉宗はこの青菜を木に、入り、神社の地名から、 小松菜と命名したという。江戸時代に江戸で栽培が始まった経緯もあり、小松菜は関東地方で古くから親しまれてきた野菜である。東京都では小松菜の栽培が始まった江戸川区以外でも、葛飾区、足立区、八王子市、武蔵村山市、町田市、府中市、立川市など生産の盛んな地域が目立つ。ただ、東京都以外の栽培地としては埼玉県。 神奈川県、千葉県といった東京近郊が目立っていた。しかし、その後、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県などの日本各地の大都市近郊でも、盛んに生産されていった。小松菜は、体感性が強く、冬に、霜が降りたり、非常に強い冷え込みで葉が凍っても枯れることは少ない。このようなこともあり、小松菜の旬は冬であり、冬菜の一つとして親しまれてきた。 しかし、本州などでは、積雪がなければ、周年の栽培が可能であるため、次第に周年栽培されるようになっていった。収穫までの栽培日数は、秋冬巻きは80日から90日かかるのに対し、夏は20数日ほどと短い。農薬だけに頼らない、病害中防除や安定生産のため、夏と冬を中心に無オ温ハウスでの栽培も、試みられている。 市場出荷のほか、農産物直売所での販売も行われている。小松菜の旬は、冬で、関東地方では、白菜と共に、冬の野菜の代表格とされる。東京風の雑煮には欠かせない野菜の一つである。ほうれん草と似た使い方をされることが多いものの、あっさりした味わいと、手軽さから、ほうれん草より、用途は広く、アクが少ない、扱いやすく、食べやすい野菜とされる。 味噌汁、鍋料理に入れられるほか、おひたし、炒め物などでも使用される。現在は年を通して、栽培、収穫が可能だが、小松菜は、江戸時代から関東で栽培された、冬菜として認知されているので、関東風の雑煮など冬の献立も有名である。味噌や醤油だけでなく、バターやクリームとの相性も良く、洋風にも調理できる。小松菜の菜の花は、 花が開いてしまうとえぐみが出てくるため、つぼみのうちに食する方が良いとされている。また、日本では小松菜の種子が安定して入手でき、栽培が容易で生育が早いことなどから、成長試験や発芽試験に常用されている。小松菜はビタミン A に富み、鉄分などのミネラルが豊富で、野菜の中ではケールに次いでカルシウムの含有量が高いことでも知られる。その他、 ビタミン K1 が多くまた小酸例も多い。小松菜は比較的傷みやすい野菜なので収穫または購入してから2日か3日以内で使い切ることが望ましい。使い切れなかった場合は濡れた新聞紙で包んでビニール袋に入れて保湿対策をするが冷蔵の場合は密閉するとしおれやすくなる。立てて保存することで歯から水分が蒸発することを防げる。 冷凍の場合は、固めに茹でてから使いやすい長さに切り、水気をよく切って粗熱を取り、タッパーやラップなどで密封して冷凍保存する。小松菜は暑さにも寒さにも強く、半日陰でもよく育ち、プランターでも簡単に栽培できる。小松菜は比較的病害や連作障害が少ないため、家庭菜園でも育てやすいが、害虫に食べられやすい。 日当たりと水はけを良くし、有機物を多く含む超えた土で育てると美味しく育つ。あるいは、液を使った水耕栽培によって、作物を土壌から隔離し、清潔に保って育てる方法もある。一般家庭でもペットボトルなどを活用して、苗床を作れば栽培できる。小松菜の生育の適温は、摂氏10度から摂氏25度程度で、霜が降りる季節には、 羊肉が厚くなり、柔らかみが増し、甘みが乗るため、春は冬である。ただし、本州であっても冬期間は、簡単な霜よけをして、発芽や生育を助ける必要が出てくる場合もある。なお、小松菜は一年を通しての栽培も可能である。暖かい時期は、種まきから20日程度で収穫できるものの、種まきの季節によって、栽培期間が変わる。小松菜は、 江戸時代半ばまでは、火災祭と呼ばれていた。山と本蔵には、火災鈴名は長くしてラフクに似たりとあり、俗江戸砂子では、ナッパ好きが、全国のナッパを取り寄せたが、火災稲に勝される話と高く評価した。火災稲が、品種改良によって、小松菜になったのだが、本蔵図譜に描かれた火災稲は、現在の丸い葉の小松菜とは異なる。青葉高によれば、 小松川のワンヤキューベイが、カサイナを、小松菜に改良したというが、江戸川区市によれば、ワンヤキューベイが、評判の高かった、カサイナをわざわざ江戸から髪型に取り寄せて、人に振る舞ったという。ワンヤキューベイとは、数々の豪遊の余り身を持ち崩し、浮世増し、ワン級一世の物語にもなった髪型の、合商である。カサイナが、小松菜と解消された理由の一つに、 江戸市中の糞尿を持ち帰って、下越えとし、野菜を江戸に運んだ、火災船の存在を上げる向きもある。火災船の衣装として単に、火災と呼ばれていた。当時のイメージとして、死行衆を連想させる、火災の子を嫌って、めでたい時はの松にあやかった、小松の名を取ったとする。東京都江戸川区中央の香取神社には、小松な、ゆかり塚がある。ありがとうございます。